What inspires you? Why the idea of an unconditional universal basic income in Japan? Right. What do you think about that? 私は、環境問題がきっかけで社会のいろいろなことに興味を持つようになりました。で、今の日本の環境汚染は、とてもひどいです。で、それをどのように変えていくか、対症療法ではとても無理です。私が思うには、やはりどっか根源的なところ、根本的なところで直していかなければならない。で、そういったところでどんな方法があるのか一生懸命探していく中でベーシックインカムに、ぶち当たりました。で、それでその時に、シュミットさんのインタビューを、動画を、見てものすごく衝撃を受けました。一人一人が大切にされることを、民主主義とは何か、一人一人が、尊厳を持って生きる、自分らしく生きる、その結果として社会が良くなる、その結果としておそらくは、みんな環境破壊とか戦争を望んでいる個人というのはいないと思うんですね。であれば一人一人が本当に大切にされる、一人一人の意見が大切にされるのであれば環境破壊も戦争も、おそらくはなくなるだろうと、そのように、思って、ベーシックインカム賛成派になりました。